お待たせいたしました。民法の規定、意思表示に関するですね、テーマ講義を始めさせていただきます。担当は、レクセン講師、森剛です。よろしくお願いいたします。今日やる内容はですね、主に1年生の、1学期の最初の定期試験向けの、講義になります。テーマとしては、虚偽表示と錯誤を扱って、でそれぞれこういう答案が良くなくて、こういう答案がいいんだよというものをやっていきます。で、前提として基本知識はある程度あるという前提で、早速答案を見ていくという感じで進めたいと思っております。で、まず条文ですね、虚偽表示の話から説明すると、1項と2項があって、で、超重要知識としては第三者の定義ですよね。で、これは一応私のレジュメにも書いてますけれども、このレジュメの、文字通りじゃなくても構いません。皆さん、多分大学の先生が第三者の定義はこれだといった表現があると思いますし、皆さんが使っている本に書いてある表現でいいです。これ人によって使う表現違うので、それはしょうがないですから、別にどんな表現でもいいですが、一応定義はこういったものがあると。で、1項2項使って、この定義を使って処理するということで、ちょっと事例を早速見ていきましょう。いや、すごくシンプルな事例なんですけども、 A は債権者からの差し押さえを免れるために、友人 B と通報して A が所有する不動産項の B への売却を偽装し、登記を B に移転した。で、B は登記を事情を知らない C に売却したが、登記は B のままであった。C は項の所有権を取得できるかと。もう一番初めの一歩みたいな問題文なんですけども、一応これの良くない答案ってこんなんだよっていうのを見ていきます。で、C は、民法94条2項により所有権を取得できるか、第三者とは、虚偽表示の当事者およびその包括証券人以外のもので、虚偽表示の目的につき、新たな独立した法律上の利害関係を有するになったものを見ると。で、C は虚偽表示の当事者およびその包括証券人以外のものである。また C は虚偽表示の目的である項を B との売買契約により取得したことで、新たな独立した法律上の利害関係を有するに至っている。よって C は第三者に与える。以上より、 C は94条2項により B から項の所有権を取得できるという、書いてるんですけども、これ良くないところが3箇所ぐらいあるんですね。どこが良くないかというと、もうレジュメに書いてあるんで、どこが何もないんですが、まずね、94条1項について書いていない。これ94条2項を使う問題だっていうのは、皆さんすぐピンとくると思うんですけども、2項を使うときっていうのは、まず1項が問題になるんですよね。で、どういうことかっていうと、もともと1項によれば、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効となると。で、その前項の無効の意思表示っていう、前項の意思表示の無効っていうのが対抗できない。だから2項はもう1項ありきです。1項で無効になっちゃうねと。だけども、例外的に2項で無効じゃないよと。だから1項が原則で2項が例外っていう関係なので、まずは1項から始まるんですよね。だからいきなり94条2項によりって、この出だしが良くないんですね。まずは1項が適用された結果、こうなる。だから2項で、所有権を取得できることはないのかっていう、その順序です。これは司法試験でも当然大事ですし、大学の定期試験でも大事になってくるところですね。で、続いて、これはもうあからさまですけども、登記の要件について書いていない。これ問題文にこの事情書いてますよね。B はこう、事情を知らない C に売却したが、登記は B のままであったと。で、皆さん大学で、登記がどんな時に必要となるかどうかっていうのは習われていると思うんですね。で、普通は94条2項として保護されるためには、別に登記は必要ないというふうに習ってると思うんですよ。そうなんですね。94条2項の保護される要件として登記は必要ありません。登記が出てくるのは、二重譲渡とかね、そういった例外的な場合で、今回二重譲渡でもないので、登記はいらないんですよ。いらないからスルーするっていう話ではないんですよね。つまり、一応登記がいる、いらないっていうのは、説の対立とまでは言わないにしても、一応ちゃんとこういう理由で登記は不要だと考えられてるっていうふうに、おそらく大学で皆さん教わったと思うので、で、それはしっかり書いて点になる。逆に言うと、この事情をわざわざ問題文に入れてるということは、大学で教えたあの話を書くと点数上げるよっていうメッセージなんですよ。で、このメッセージに気づかないと、こういう答案になるんですよね。これ登記がないけども、保護されるってしちゃえばいいやって思ってスルーしようって。僕は引っかからないぞと、登記がいなくても保護されるんだよって言って、何も触れないっていうのは、それは良くなくて、それはそのところの配点を逃しちゃってるので、問題文からメッセージを感じ取っていただく必要があるんですね。で、ここがやっぱり1年の定期テストの最初って一番難しいのかなと。つまり、なんていうかな、そのメッセージっていう観点で問題文を分析する機会はまだ皆さんないと思うんですよね。最初、法律の
なんかこう要件とかそういうのを覚えるのにいっぱいいっぱいで、なかなかそれが実際何を書くと点数くるのかっていうところの分析っていうのが難しいと思うんですけども、まあこの場合で言うと、登記がいるいらない、第三者として保護されるためには登記がいるいらないって話は必要ですと、そんな話をしてくださいというメッセージ。で、それがいらなければこんなこと書いてないんです、問題文に。もしくは、C は登記を取得したって書いてるんですよ。で、C が登記を取得してるときは、これはもう C は登記取ってるから、C が登記いるいらないっていう話は必要ありません。これは C が登記持ってる。逆に言うと、それは C が登記いるいらないっていうところを別に書かなくてもいいよっていうメッセージです。普通はね、大学の先生がひねくれてなければです。普通一般的に司法試験レベルではそう考えられていて、まあ、もちろん、大学の定義試験は大学の先生が絶対的な採点基準なので、先生によって違った考え方を持たれていらっしゃったら、それはしょうがないんですけども、一般的にはそういうふうに解釈してください。だから、そこは絶対書く必要があると。で、3番目ですね。これ意外と気づきにくいですけども、ここがおかしい。B から公の所有権を取得できるって書いちゃうとちょっとまずいですね。でなぜなら、この場合、一般的な多数説は A から取得するって考えるんですよ、コード値を、うん。つまり、A と B が虚偽表示して B に移したことにして、B と取引した C がそれを保護される場合は、B からではなくて A から B に移転するっていうふうに考えられています。これを法定承継取得説って言います。法定承継取得説っていう言葉はもし大学で習っていらっしゃったら、でちょっといまいちあやふやだなって思ってたらもう一度勉強してほしいんですけども、元々の所有者から直接第三者に所有権が移転することを法定承継取得説って言って、これが多数説ですね。でそうじゃなくて、一旦虚偽表示の相手の B、この B から C に順番に A、B、C と順番に移転することを順次取得説って言いますけども、こっちはまあ多数説じゃないので、こっちの立場は別に取ってもいいんだけども、場合によってはね、取ってもいいんだけども、取るんだったら説明がいる。普通は。多数説じゃない方を取るなら。だからそれを説明なしにこう書いてるのは良くないわけです。まあ皆さんもしテストを受けるときは、大学の先生がどっちの立場だったかちょっとおさらいしておいてください。別にこの問題だと別にどっちの立場を取っても C は所有権取得できるから、そもそも別にどっちの立場かって言及する必要がないので、わざわざ書く必要はない。だから、説明なく B から所有権を取得するっていう立場に立つのはちょっと良くないかなということが言えるんですね。じゃあ、いい答案。この3つを改善したいい答案はどんな答案かっていうのを見てみましょう。はい、こちらがいい答案になりますね。A と B とは、債権者からの差し押さえを免れるために通報して、公の売買を偽装しているから、このような売買は無効であり、公の所有権は B に移転しないと。はい、まず、これで括弧94条1項って書くんですね。まず、通報して偽装した虚偽の意思表示だから無効。無効になる結果、B は所有権を持ってない。ここまで、丁寧に書きましょう。でこの部分にしっかり点数が来る可能性が高いです。可能性が高いというのは、それは大学のさじ加減だから何とも言えないけども、一般的な点数来ます。これ書くか書かないかでは、書いた方が点数来ます。はい、なので、普通は所有権は C に移転しない。で、B に移転しない。だから、その B、所有権を持ってない B と C が取引しちゃってるから、だから、C は所有権取れないと。この順序なんですよね。でそこでなんですよ。そこで、じゃあ例外的に94条2項使えないのかという話に。で、ここまで持っていくと、ここの持っていき方ですよね。ここの持っていき方が大事。で続いて、じゃあ、ここからさっきと似てるんですけども、で、そこで、94条2項による保護されないかを検討する。で、C は第三者に当たるか。で第三者の範囲が明らかでなく問題となるが、虚偽の外形を信頼して、新たな取引関係を取得したものを保護すれば足りるから、第三者とは、虚偽表示の当事者及びその包括証券人以外のもので、当事者、虚偽表示の目的につき、新たな独立した法律上の利害関係を有するに至ったものを言うという説明をしております。で、ここも前の友よりもちょっと丁寧めに書きました。で、ここはどこか丁寧にかというと、第三者の定義に理由をつけてるんですけども、理由の部分がこちらですね。虚偽の外形を信頼して、新たな、利害関係を取得したものを保護すれば足りるからっていうのが、理由で、なんでこの理由を指してるかっていうと、定期試験レベルだと、定義に理由つけた方が、いいかなと。その方がね、定期試験って、
みんなどの論点出るか分かってるからみんなそれなりに書いてくるんで、ここまで書かないとなかなか差がつけないっていうのもあるんで、定期試験レベルだったらしっかり理由も書いた方がいいかなと思います。で、なんでこの理由かっていうと、普通皆さん第三者って言われたらどんな人をイメージするか、なんか例えばね、僕は今日授業をしてて、なんかいきなり第三者が乱入してきたんだけどって言ったら、そういう時の第三者って全然関係ない人っていう言葉じゃないですか、日本語で第三者って。そうじゃなくて、逆にちょっと関係してる範囲に狭めてるんですよね。で、狭める理由は何かっていうと、こういう人たちだけを保護すればいいから、そもそも全く関係ない人はそもそも保護する必要がないから、第三者の一般的なイメージよりも狭めるんですよと。で、なんで狭めるかっていうと、こうですよっていうふうなこと。だから明らかでなく問題っていうのも、第三者って言われたときにどこまでが第三者かって明らかじゃないよね。だから、まあそれが問題となるけども、こういう理由でこういう定義しますというところまで書いてます。で、あとはまあその定義に従って、ここの当てはめはまあ一緒ですね。はい、C は虚偽表示の当事者およびその包括証券人以外のものだと。包括証券人っていうのは、まあ相続人とか言うんだよって習ったかなと思うんですけども、まあ当然相続人じゃないのでね。はい、でまた C は虚偽表示の目的である項を B との売買契約により取得したことで、新たな独立した法律上の利害関係を有するに至っている。よって C は第三者に当たると。でここから登記の要否について書けばいいです。はい、でなお、C は項の登記を取得していないが、第三者として保護されるために登記を取得する必要はない。でこれ理由も書いてます。理由実はこれ2つあるので、定期試験レベルでは2つとも書けた方が、まあ、美しいですよね。理由の1つ目、権利者と対抗関係に立たず、対抗要件としての登記は不要であるし、2つ目、虚偽の外観を作出した権利者の奇跡性が大きいため、権利保護要件としての登記も不要だからであると。この2つが、登記がいらないとされている理由ですね。これも大学で習っているのかなと思うんですけども、対抗要件としての登記と権利保護要件としての登記、そのどっちもいらないっていうことなんですよね。どっちもいらないっていうことを説明すると。でこういうふうに、まあ、こういうふうに、登記が問題になったら、ここを書けばいいんだなっていうふうに、まあ、大学の授業で習ったことを、まあ、こういうふうにね、覚えておいて、で、この覚えたことを書いたら、点になる問題かどうかを見極めるんですよね。で、これは覚えたことを書いたら点になる問題だっていうことが、さっき私がメッセージで伝えた通り、それが点になるメッセージだったので、覚えたことをここに書いていただくと。こういうふうに、して点数稼いでいくわけですね。で、よって、事情を知らない C は全員の第三者として94条2項により保護され、項の所有権を取得できると。はい、もうここまで書いたらもう文句なしの答案なのかなというふうに思います。はい、まあ、こんなふうに、良くない答案から良い答案に改善できたらなというところですね。じゃあ、次の事例もちょっと見てみましょう。はい、こんな事例ですね。A が税金対策として自己所有の建物等を勝手に息子の B 名義で保存登記して放置していた。これを知った B は事情を知らない C に売却した。C は項の所有権を取得できるかと、そういう問題です。じゃあ、良くない答案例を見てみましょう。1、項は B 名義で登記されているが、実際は A の所有であるため、かかる登記は無効である。94条1項。したがって C は原則として B から所有権を取得できない。そこで94条2項を流水適用できないか。本件では A の勝手な登記によって A 所有の項が B 名義で保存登記されており、B はこれを信頼しているから、取引の安全を図るという94条2項の指示が妥当するため、同条項を流水適用すべきである。よって事情を知らない C は94条2項の流水適用によって保護され、項の所有権を取得できると、まあ、いう流れなんですけども、これはですね、これは実はかなり良くない答案ですね。これはかなり良くない。流水適用するっていうのは合ってるんですよ。だけどそこに至る道筋というか、全体的に非常に良くない答案なので、まあ、それがどこが良くないかちょっと説明していきますね。で、まあ、この3点なんですけども、まず1個目が結構最悪なんですよね。94条1項を適用するケースじゃないんです。さっき私は94条2項を使うときは94条1項を適用するんだと言って、ちょっとそれをね、そのまま、間違った使い方されたら困るので、ちょっとこういう例も示しましたが、さっきのはですね、94条1項を適用するケースではないっていうところがあります。なぜならですね、94条1項っていうのは、もう一度条文見てみると、相手方と通じでした虚偽の意思表示が無効だっていう話なんですよね。
これは本来は売買とかしないけども売買したところにしたことにしとこうよって2人で話し合って2人で嘘の売買契約をする、それが無効だった話ですが、この問題ね、あのね、 A が勝手に B 名義にしてるだけなんで、あのそういうあの嘘の話し合いなんてないわけですよ。虚偽の意思表示がないんですよ。だから94条1項が使われないんですよね。だからこれ94条1項って書くと、これはもうあのただのミスです。これはただのミス、うん、で、ここはこれ入れなかったらですよ、これ入れなかったらここに書いてることは別に間違ってないんですよね。あの項は B 名義で登記されてるけども実際は A の所有だから、まあ、登記が無効っていう言い方はなかなかそのそれが正しいかどうかっていうのはちょっと表現としては置いといて、あのその B 所有になることはないんですよね。 B の登記があの 有効というかね、あの登記は登記としてその登記書にあるわけですから、まあ、それは存在はするんだけども、その登記通りの法律効果は発生してないわけです。別に B の所有にはなってないんですよ。そういう説明だったらいいんだけども、あの94条1項で無効になるって書くと、これは明らかに間違いなんですね。で、あと、あと2つ悪いところが、これですね、直接適用できない理由書いてない。これも大事ですね。94条2項の類推適用って皆さん習ってて、で、まあ、これが正直一番出題可能性が高いのかなと僕は思ってて、私が大学1年の時はまさにこれが出ましたね。94条2項の類推適用。これが出るぞ出るぞと思って待ち構えて、よし出たっていきなり書くのはいいけども、そもそもね、直接適用ができないから類推適用するんであって、類推適用する前に直接適用はできないということを一言断ってから書きましょう。はい。で、あとは類推適用の規範を示していませんね、さっきのね。まあ、規範を示して、当てはめてっていう、その、これは94条2項に限らずですね、すべての、まあ、ほぼすべてのね、あの法律等において共通するルールというか、まあ、方式ですので、先に規範を示して当てはめるっていうね、この手順に従ったらどんな答案になるのか、っていうのをじゃあ、見ていきますね。はい、良い答案例。項は B 名義で登記されているが、実際は A の所有であるため、C は原則として B から所有権を取得できない。また AB 間には通報による意思表示がないから民法94条2項を直接適用することができない、はい、ここの、部分でさっきの2つはもう処理できましたね。この2つを改善してます、はいね、B 名義で登記されてても実際は A の所有だったんだよね、うん、だから、まあ、それと取引した C っていうのはもう B から所有権取れないと、 A と取引しないと C は所有権取得できないのに B としちゃってるからね。そう、その辺の、あの書き方というか、多分そこはやっぱりまだ1年生だとあのうまく書けないというか、なかなか難しいと思うんで、そこは別にもう上手い下手は別にいいですよ、この際。あのそこはそんなに重要な点数がいっぱい詰まってるわけでもないので、ただまあ、あの理屈は理解した上で、矛盾しない表現ができるようにしてほしいなというは思いますね。で、次、直接できない理由ですね。また、AB 間には通報による意思表示がないから、民法94条2項を直接適用することができない。これは絶対に書きましょう。ね、AB 間って何の話し合いもしてなくて、 A が勝手に B 名義にしてて、でその後 B がそれに気づいて、あ、なんか知らないけど自分の名義になってるから売っちゃおうかと。だから AB 間に話し合いがないんです。だから94条2項はもう1項も2項も適用されないということになるわけです。で、しかしですね、虚偽の外観の存在、外観作出に対する本人の適正性、相手方の外観への信頼がある場合には、虚偽の外観を信頼した第三者を保護し、取引の安全を図るという94条2項の趣旨が妥当するため、同条項を、類推適用するべきであると。これがさっき言った、この部分ね、ここから、ここか。これがさっき言った規範ですね。これをさっきの答案示してなかったでしょ。これ示さないといけないんですね。で、これがその、まだ1年生だと慣れてないのでしょうがないんだけども、まあ、おおよそこの3つが規範だなっていうことは、まあ多分覚えてるんですよ。この3つの条件が満たされたら、あれなんですよね。94条2項類推適用できると。で、そう考えて、なんかさっきみたいな、なんか、さっきみたいな、ここだとね、それを、まあ、いきなりこう考えると。いきなり、あ、ね、
B 名義で保存されてて、これを信頼してるから、あ、だからさっきの覚えた規範って一致してるから使えるって、いきなりこれ書いちゃうのは実はね、これ法律の答案としては良くないんですよね。最初に抽象的な規範から書くんですよ。で、その規範を書いてそれに当てはまっているかを見るっていう、この順番、これはもうめちゃくちゃ大事なので、これはしっかりと守ってほしいので、最初にこれを書くと。最初に見せた答案もそうでしたよね。最初に見せた答案も最初に第三者の範囲を明らかにした後で当てはめてるから、これと同じことをやってくださいっていうことなんですね。はい。で、この3つが条件です。で、この場合にはですね、ここから理由ですね。ここはまあ余裕があれば書くっていう感じです。まあ、定期試験なんで余裕があるはずなんですけど、余裕があればっていうのは、司法試験とかってめっちゃいっぱい論点が出るから、一個一個の論点、丁寧に書く時間がないから余裕がないこともあるんですけど、定期試験はもう、論点は少ないはずですし、普通はね、94条2項、今回だと94条とか95条とかしか出ないわけだから、まあ、普通は余裕があるので、普通は書いてほしいかなと思うんですよね。で、理由としては虚偽の外貨を信頼した第三者を保護し取引の安全を図るという94条2項の趣旨が妥当するため同条項を類推適用すべきである。で、ここで、当てはめ、これが当てはめですよね。 3番がね、規範を示してから当てはめに入る。本件では A 所有の項が B 名義で登記しているため1つ目の条件、虚偽の外貨が存在する。で、そして A は自ら B 名義で登記したのだから、A に外貨の作出の規制性がある。2つ目の理由が該当する。で、また C は事情を知らずに B 名義の登記を信頼したから3つ目も該当する。よって94条2項が流水適用され、C は項の所有権を取得する。このスタンスですね。はい、こういうふうな順序で書くのが、いいです。では、3つ目の事例問題をちょっと見てみましょう。 A は債権者からの差し押さえを免れるため友人 B と通合して A が所有する不動産項の B への売却を偽装し登記を B に移転した。 B は項を事情を知らない C に売却した。その後 C は項を事情を知っている D に売却した、間違えた。 C は項を事情を知っている D に売却した。 D は項の所有権を取得できるかという問題で、4人目が出てくるパターンですね。はい、これもまあいくつかパターン習ってると思うんですけども、ちょっとこの処理を見ていきましょう。で、これはもう良くない答案、別にそこに書いてないです。もうそれ早速良い答案から見ればもう十分かなと思いますので、良い答案を見ていきます。はい、A と B は債権者からの差し押さえを免れるために通報して項の売買を偽装しているから、このような売買は無効であり項の所有権は B に移転したい。これさっきも言ったところですね。で、そこでかかる B と取引した C は94条2項により保護されないかを検討する。まあ、C から順番に CD って映ってるから、聞かれてるのは D の所有権の取得だけども、まあ、まず C から先に検討した方が答案書きやすいですね。はい、で、C から検討する。で、第三者とは、ここはさっき言ったね、第三者とは虚偽表示の当事者及びその包括証券人以外のもので、虚偽表示の目的につき、新たな独立した法律上の利害関係を有するに至ったものを言うと。で、C は虚偽表示の当事者及びその包括証券人以外のものである。また C は虚偽表示の目的である項を B との売買契約に取得したことで、新たな独立した法律上の利害関係を有するに至っていると。はい、で、よって事情を知らない C は全員の第三者にあたり、94条2項によって保護されると、うん。事情を知らないから全員ですね。事情を知らないっていうね。だから全員。まあ、さらっとここが認定すればいい。では、C と取引した悪意の D は保護されるか。そう、D が悪意なんですよね。事情を知ってるからこれ悪意になると。で、悪意の D は94条2項では保護されませんね。だって94条2項は全員の第三者を保護するって書いてるから。だから D は94条2項では保護されないから、ここからの話は94条2項の話ではまあ厳密にはないわけです。で、じゃあ、でもまあ結論は保護されるって結論になるので、通常多数説はね。なんでかっていうのを説明していくわけです。で、一旦全員の第三者が現れれば、それ以降の転属者はその地位を承継すると考えられる。はい。つまり、まあ、その地位を転属するってどういうことか、その地位を承継するってどういうことかっていうと、まあ、これ、C が保護されて、C は所有権を取得できる立場にあるわけですよね。で、その C の立場を D は譲り受けてるわけですって考えるんです。まあ、つまり、A からすると、これ、虚偽表示の94条2項が適用されて、不利益被るのって A なんですよね。自分の財産を、他の人に移転、所有権移転しちゃうから。で、C が現れたらもう A の負けなんですよね。
9時44個の第三者 C が現れたら、その A は、いや、あんたは、自分で嘘の表示したんだから、それを信じた C は悪くないんだから、A の負けですと。で、C がもう所有権取得できますと。で、D はそれに、まあ、勝ち乗りって、なんて言えばいいのかな。なんか、ただ乗りしてる感じ、うん、その勝った C の立場を、まあ、D は、まあ、預かってるわけですよね、恩恵をね。だから、そういうニュアンスなんですよ。D 自身は94条2項の第三者には含まれませんね。全員じゃないからね。だけども、もう C が、所有権を取得できるから、で、その C からもう譲り受けたから、C が譲り受けている以上、つまりもう A の負けが決まった以上は、もう別にわざわざ、それを A に戻す必要はないから、まあ、D は所有権を取得できるというところになります。で、まあ、あともう一個理由つけると、また法律関係の早期確定の要請を図る必要があると。私はこの2つの理由が好きなので、この2つの理由を書きます。でも他の理由もね、授業で習ったかもしれませんけども、まあ、それこそね、本当に暗記できる余裕があれば、それも覚えて書いても全然、理由はいくつ書いてもいいです。うん、私だったら、まあ、司法試験だったら2つ、この2つぐらいは書くかなっていう。これはもう、皆さんの、暗記の努力との兼ね合いなので、そこはまあ、皆さん大学の授業を復習して、自分で覚えるところを覚えればいいかなと。私としてはこの2つの理由が大事かなというふうには思っています。でよって、善意の第三者からの悪意の転属者も保護されると考えると。以上により、D は公の所有権を取得できると。まあ、そういう答案になってくるわけですね。で、まあ、今日、虚偽表示の、事例で紹介しているのは以上です。この後、錯誤もやりますけども、まあ、その前に、まあ、軽く虚偽表示のその他の重要論点というのを見ていきましょうか。第三者が、転属者が現れる系だと、こっちのさっきの逆パターンも有名ですよね。最初が悪意で次が善意パターンね。そのパターンも保護されますね。でこれは第三者から悪意の第三者から譲り受けたものも、これは第三者、これは94条2項の第三者に入ります。これは94条2項の第三者なんですよ。でこれは転属者であっても意思表示の外形を信頼して取引関係に入ったのであれば、保護の必要性は直接取引したものと同じだから、直接取引したものは当然第三者だけども、まあ、直接じゃなくてもこれは第三者で、これは善意だったらね、善意だったら善意の第三者になるということになります。さっきと本当に書き方がちょっと変わってくるから気をつけてほしいかなと思いますね。で、虚偽表示と二重譲渡ですね。で、これは法定承継取得説、さっき言った法定承継取得説で考えます。で、虚偽表示と二重譲渡って何かっていうと、典型的にはこんなパターンで、A から B に虚偽表示。で、B から C に、これ売買で、これが94条2項で保護されると。で、それとは別に A が D にも譲渡した場合、こんなパターンですよね。この時に、この D と C、この2人が対抗関係になるんですね。で、まず C は、さっき言ったみたいに法定承継取得説だから、C は A から所有権取得するんですよね。で、D は、じゃあ D はどうなのっていうと、これ、もともと、これ、虚偽表示だから、もともと、所有権って A のままにある。A のまま。だから、普通に A のままにある所有権を D 買ってるだけだから、ここは当然普通の売買です。ここ94条とか使いません。ここ普通の売買。A に所有権があるから。まあ C って言うなら94条1項を使うのかな。ここの虚偽表示が94条1項で無効になる結果、所有権は A のままだから、A に残っている所有権を D は譲り受けていると。で、なるわけですね。で、さっきの94条2項で A は取得するし、で、D もここから取得する。で、この場合も両方とも同じ人から取得しているから対抗関係になります。ので、普通に先に登記した方が勝つということになりますね。対抗関係がよくわかんないというと、これは対抗関係っていうのをもし授業でまだ習ってなければこれ出ないからいいです。もし習ってたらまあ復習してみてくださいということになります。で、あとここに載っけてないんですけども、まあ、さっき喋ろうと思って喋り忘れたんですけども、この問題ね。この問題って、C って、まあ、登記ないから、
C は登記が必要ないということをちゃんと指摘しましょうねって話しましたけども、これね C がもう一つね第三者の保護要件で C が善意かつ無過失である必要があるかっていう論点が一応あるんですね。でここって特に C が無過失とも C に過失があるとも書いてないんですよ。で司法試験レベルでは私司法試験レベルではそれ特に書いてなければ答案に書く必要はないという立場なんですね。ただ定期試験だとちょっと話が変わってくるかもしれません。この答案だと、一応 C が無過失かどうかってはっきり書いてないから、念のためです。念のために例えばなお C が無過失の、C に過失があったとしても C は保護されると、なぜなら条文上無過失であることは要求されていないし、権利者である A の適性が大きいからであるとかっていうふうに書いてもいいと思います、定期試験レベルでは。で絶対書くのは C に過失があるって書かれてたらね、問題文に C に過失があるとかそこまではっきり書いてなくても、例えばなんかこう C がなんか噂とかで聞いてたけども特に気にしなかったとか、なんか過失っぽいね、過失っぽいことが書いてあればそれは絶対に書いてください。それはメッセージだから。で逆に C は無過失であるってはっきり書いてたらこれは書かなくていいです、無過失であるって書いてれば普通はこれはもう書かなくていいっていうメッセージだから逆に。で特に何も書いてないときっていうのは、定期試験では一応書くっていう立場もありだと思います。これはっきり私も分かりません。これ採点する大学の教授の正直もさじ加減としか言いようがないかなと僕は思っていますので、時間的に余裕がある方は全然書かれてもいいと思います。書いて減点されるわけではないです。これはもっと言うとその C に過失がないって書いてても C の過失について論じても多分減点はされないんだと思いますけど、多分1点も来ないと思います。普通はね、知りませんけど大学の本当に教授の最終的なさじ加減なので、普通はでもそれは点数来ないけども、特に書いてなかったら C の善意が必要かどうかっていう、C の無過失が必要かっていう論点はこの問題文だったら触れるのもありだし、触れないのもあり、ちょっとはね、ちょっとそこはもう大学の先生によって変わってくるので、そこがねさっき喋ろうと思ってて喋り忘れたんですけども、そういうね論点もあったなと思い出してください。で、あとは、累性適用の有名判例っていうのがあって、さっきの94条2項の累性適用。で、これは、司法試験レベルではね、この4つの判例は絶対覚えなきゃいけない判例なんですけども、これ定期試験レベルでは、1はね、1はさっきやった問題ですよ。で、これ当然、この判例は習ってると思います。で、2から3ですね。2から4は、授業で習った覚えがあれば覚えるぐらいでいいです。これ私分かりません。私皆さんと同じ授業は出席してないので、皆さんが大学の授業でこれは習ったかどうかが分からないし、大学でこれ扱うのが一般的かどうかも、それはもう教授のさじ加減だから分かんないんですけども、一応年月日書いてるので、この年月日でなんかこう、レジュメとか見直して、この年月日の判例載ってたら復習しておいてください。で、大事なのは、ここなんですよね。結局、善意で足りるパターンと、無過失がいるパターンがあるんですよね。で、無過失がいるパターンはこの110条の方位に照らしって書いてるんで、110条まだ習ってないから、習ってない可能性もあるんですよね。だから上の2つはもしかしたら習ってるかもしれない。110条使わないから。で、なんで善意で足りる場合とそうじゃない場合が、無過失までいる場合があるのかっていうと、そもそも94条2項の第三者が無過失でいいのは2つ理由があって、無過失でいいじゃないや、過失があってもいいのね。無過失が要求されないのが2つ理由があって、1つは、条文上要求されてないと。もう1つは、本人の適性が大きいと。で、累推適用の場合は、その理由が当てはまらないんですよね。だって条文にないことをやるのが累推適用だから、条文に書いてないっていうことをちょっと理由にしてもしょうがないかなというところと、あとは、本人の適性が大きいかどうかは、累推適用の場合はケースバイケースです。直接適用の時は明らかに虚偽表示、虚偽の、通報虚偽表示をしているから奇跡性は絶対大きい、だから第三者は無過失である必要はないですけども、累推適用はいろんなパターンがあって、3と4のパターンは本人の奇跡性が1と2に比べて小さいというふうなパターンなので、このパターンは全員無過失である必要があるというふうな、結論になります。がこれは習ってなければ出ませんので、そこはちょっと皆さんおさらいしておいてください。大学の授業っていう形になります。では続いて錯誤ですね。多分錯誤の方が難しいと思います。問題解きにくいと思います。
いや、タコがまあ条文がややこしいんですよ。1個から4個まであって。で、あの一応この1個から4個まで乗っけた上で、その、それぞれ の, あの条文に必要なポイントをあの簡単にまとめてますので、まあ、ここはちょっとは皆さん おさらいしていただけたらいいかなと思いますけども、まあ、ここは早速その事例をちょっと見ていきたいと思います。どんな事例かっていうと、こんな事例ですね。X と Y は離婚の際、X の特有財産に属する土地、建物、以下本件不動産という全部を、財産分与として Y に譲渡することにした。その際、X は財産分与を受ける Y に課税されると思って、課税について心配して Y に気遣う発言をしていたが、Y は構わないと述べた。そこで離婚後 X は事故に課税、しかし、離婚後 X は事故に課税されることに、勤務先の銀行の上司からの指摘によって気づき、その額が2億2224万4円に上ることを知った。X は本件不動産の譲渡を取り消すことができるか、なお Y も事故に課税されると考えていた。でこれはあの平成元年9月4日、9月14日の最高裁判例、これを、題材にしております。これはまああの最新版の判例百選には載ってませんけども、1個前の判例百選には載っていた非常に重要な判例になっております。はい、でこれはどんなケースかというと、まあ、財産分与をしている、まあ、離婚するときにお互いの財産をまあ分けるわけですね、あの夫婦で。そのときにあの、これ、X の特有財産って書いてて、どういうことかっていうと、まあ、結婚する前に持ってた土地、建物とかっていうのは、結婚してもあの別に相手の財産になるわけじゃなくて、ずっと自分の財産のままなんですね。こういうのを特有財産っていうんですけども、だから別にこれ、財産分与で本来 Y に、与える必要はないわけなんですね。離婚するときにね。でもまあ、それをまあいろんな事情があって、あの別に与えてもいいわけだから、まあ、与えることにしたと。まあ、その代わりなんかもらったのかもしれませんし、それはわからない。ただ、少なくとも X の特有財産である、つまり X が所有権を有する土地建物を、まあ Y に離婚のときに譲渡することにしたと。で、そのときにあの、受け取る Y の方に税金がかかると X を思ってて、大丈夫なのかって心配するようなことを Y に言ったけども、Y も大丈夫って答えたと。で、それで、まあ、じゃあ、この土地建物、じゃあ、お前に譲るねみたいな感じでこう譲った後に、X はなんと譲、もらった側じゃなくって、譲った自分の方に税金かかることを知ったわけです。で、それが錯誤ですね、つまり勘違いしてたと。税金自分にかかるなんて知らなかったから、それを錯誤で取り消せるのかという問題なわけですね。ちなみに、あの、これ国税庁のホームページから引用したんですけども、夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて、一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与と言います。で、また財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡取得の課税が行われることになります。分与した人に、だから、譲与した側ですね、に課税が行われることになります。でこの場合、分与した時の土地や建物の価格が譲渡取得の収入金額となりますということで、まあ、ここ別に勉強する必要はないんですけども、まあ、ちゃんとそういうルールだよって国税庁のホームページでも載ってるっていうことなんですね。じゃこれを踏まえて、錯誤を使った良くない答案を見てみます。本件において X は本件不動産譲渡の課税が Y にされるものと認識していた。そうすると X に法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤があったと言える。はい、これが動機の錯誤ですよね。95条1項2項っていうことで、これですね。これね。はい、まず本当のスタートラインとしては、どっちを使うかが絶対大事ですよね。どっちを使うかでも、あのここで大きな分かれ道ですけども、これはまあ、2号なわけですね、うん。次に掲げる錯誤、どっちの錯誤だっていうと、1個が意思表示に対応する意思を書く錯誤ということで、なんかその、こう土地を買おうと思ったら、おつと誓っちゃったみたいな対象そのものを間違えてたときがこれですね。で、2号っていうのはそうじゃなくて、対象そのものは合ってると。つまり、本件不動産を与えるっていう、その本件不動産は何も間違ってなかったわけだけども、その不動産を、まあ、与えようと思ってた、そのバックにある、ね、動機の部分が勘違いだったというのが2号ですから、ここは当然2号を使うわけです。まあ、普通、試験で問題を出すんだったら2号ですけども、それは別に言い切れませんからね。あの1号が出てたら、ちゃんと1号を指摘してくださいね。普通は2号が出るんですけどね。
だからまあ2号があったと。まあ、ここまでは別にいいわけですね。はい、では、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念として重要と言えるかと。はい、まずこれが1項の条件として、こういうふうな条件がないと錯誤を取り消しできませんからということでこれを検討する。日本圏不動産の課税額は2億2,224万円と高額であるから、X の錯誤は重要と言えると。まあ、こんだけ金額でかいわけですから、まあ、これを指摘するのは必要ですよね。うん、これで金額高いというふうに評価します。で次に、X の錯誤が法律行為の基礎としてされていることが表示されていたと言えるか。これね、2号の時だけ2項に行くわけですよね。つまり、2項の時、全2号の規定による推奨者の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限りすることができるだから、2号の場合のみ2項が要件になるから、ここは2項をちゃんと適用する。まあ、その順序は間違ってないわけですね、この答案もね。はい。で、X は本件第3部分の際、Y に課税されるものと誤解し、そのことを心配して気遣う発言をし、X、Y も構わないと述べていた。そうすると、X は事故に課税されないことを当然の前提とし、その旨を、目次的に表示していたと言えると。よって、法律行為の基礎となることが表示されていたと言えると。はい。目次的には表示していたと。ここも大事な表現で、この判例はですね、この判例は、目次的な、動機の表示が認められている判例なんですね。うん。で、目次的って何かっていうと、はっきりと理由を述べてるわけじゃないけども、お互いそれが前提としてたでしょっていうようなケースで、今回はそれに当たるので、目次的な表示していたという、この書き方は、これはいいです。で、よって、法律行為の基礎となることが表示されていたと言える。で、以上より、X は本件不動産の譲渡を錯誤により取り消すことができると。はい。ただですね、ここもですね、ミスしているところがあるわけですね。一つはですね、重要と言えるかの判断基準が書かれていない。これね。はい。重要と言えるかってはっきり言って、まあ、重要だと認定しているわけですけども、まあ、法律勉強してない人が見たら、何の違和感もない、ね、文章だと思うんですよ。いや、それ金額高いんだから、それは重要でしょと。でも、まあ、法律の答案というのは、まず重要かどうかの、この判断基準ですね。判断基準、条文の判断基準を大学で習ったものは、判断基準を書きましょう。ということで、大学で習っていると思います。で、ここに書いてあるのが判断基準です。重要か否かは、その錯誤がなかったら、表意者も一般人も意思表示をしていなかったと言えるかどうかで判断する。まあ、皆さんが大学で習っている判断基準がこの通りかどうかは分かりませんけども、判断基準もね、学者によって、違った表現している場合もあるので、まあ、皆さんが大学で習った判断基準で書けばいいけども、少なくとも重要か否かの判断基準は習っていると思いますので、習った判断基準は書く。だから、その判断基準を書いた後に、この後にこの認定をしなきゃいけないと。でもう一つですね、これめちゃくちゃ大事です。これは、大きいですね。動機が法律行為の内容となっていることが必要であることが書かれていないということで、これも大学でね、習っているんじゃないかなと思うんですけども、この2項の、この表示されていたっていうその考え方の中で、まあ、動機の表示は目次でもいいと。で、これはまあさっき書いてたから、これを満たしてるんです。1番の条件満たしてるんだけども、2番ですよね。はい。動機が法律行為の内容となることが必要っていうことを皆さん大学で習ってないかなと思うんですよね。習ってないかなっていうか、習ってるかなと思うんですよ。で、ここは結構本当に、じゃあ何が法律行為の内容と言えるのかっていうのはめちゃくちゃ争いがあって、なかなか、一つの立場に絞りきれないので、それは皆さんが習った立場で、ちゃんと書いていただければいいと思うんですけども、ただ、まあ、多くの立場の人は、法律行為の内容となるって、この表現を使われていると思いますので、この表現を使われていれば、これはしっかり書いてください。動機の錯誤の場合は、これを書くことがまず大事になります。で、もしこの表現じゃないって人は、それはちょっと皆さん、これに代わる表現を探して、それで書いてください。大学でそれ以外の表現で習っているという方は。つまり、動機の錯誤は、ただただ動機の錯誤が表示されているだけで、認められるっていう立場には立っていないと思うので、その代わりこんな条件、その代わりっていうか、それプラスというか、まあ、動機の錯誤の時にはこんな条件を検討しましょうっていうのを教わってるはずなので、それに従って書いてください。で、まあ、あくまで私が、書くんだったらってことですけども、まあ、例えばね、この内容となるってどういうことかっていうと、意思表示がその動機を前提としてなされたことを、この相手も了解している。つまり、自分が勝手にこういう動機があるから、こういう法律行為をするんだって一方的に言っても、それを、相手が、その動機があるからするのねっていう、相手がその動機が法律行為の
まあ、内容となっている、つまりその動機があるからこそその契約をするんだということまで含めて、相手が了解して取引がされているかというところとかを見るというのが、そういう立場もあるわけですね。はい、それをやって、あとはもう単純に、ね、95では3項について書いてないと、はい、つまり3項の条件、1項2項を満たしても3項の条件いりますから、うん、重過失によったときは取り消すことができないんだから、重過失について書かなきゃいけないわけですから、これがあるかないかね、これ書いてないのはもう、ダメですね、ということになります。じゃあ、いい答案を見てみましょう。いい答案。本件において X は、本件不動産譲渡の、課税が Y にされると認識していた。そうすると X に法律行為の基礎としてした重要、事情についてその認識が真実に反する錯誤があったと言える。では、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に対して重要と言えるか。でここから基準ですね。重要か否かは、その錯誤がなかったら、表依者も一般人も意思表示をしていなかったと言えるかどうかで判断する。本件不動産譲渡の課税額は2億2224万余円と高額であるから、その課税が事項にされると知っていたら、X も一般人も本件不動産譲渡はしなかったと言える。よって、X の錯誤は重要と言えるというふうに、基準を書いて、基準に合わせて認定しましょう。はい、で次に、X の錯誤が法律行為の基礎とされていたことが表示されていたと言えるか。でここからなんですね。ここからが、いろいろ皆さんの習い方によって表現変わってくるんだけども、僕だったらこう書くっていうことです。はい、表示されていたと言えるためには、動機が法律行為の内容となること、つまり意思表示がその動機を前提としてなされたことを相手方が了解していることが必要である。なお、表示は目次でも足りると。で、こことここが、これはなんていうか、これはね、これの、まあ、言い換えなんですよね。ここの部分の、まあ、私としては言い換えだと考えていて、だから最低限これを書くことがまず大事です。でこれさえ書ければ、まあ、ここまで踏み込んで書くかどうかが、なんていうかな、まあ、人それぞれ。ただ、この表現を大学で習ってるなら、これは絶対書かなきゃいけないです。だから こっちとこっち、どっちが大事かというと、まあ、こっちかなというふうに思うんですね。でこれをどう解釈する？だから、これ結構本当に学者さんによって説明が変わる非常に難しいんだけども、まず、動機が法律行為の内容となることが必要っていうふうに考えてる人は多いんですよ。じゃあ、その法律行為の内容となるってどういうことかっていうところで、まあ、いろんな説明の仕方がある。私はその中の1個を取り上げてるだけなんだけども、だから、赤の部分は結構多くの人が、まあ、一致していることだから、赤の部分、赤っていうか、この赤で線引いた部分は書いた方がいいと思います。で、その、カッコしている部分まで書くかどうかは、まあ、立場によって、カッコの中身の表現も含めて、立場によって変わってくるのですね。はい、で、その辺は、じゃあ、どんな立場が正解かっていうと、それは皆さんが大学で習った通りの書き方をすれば、定期試験では OK です。で司法試験では何か特定の書き方が正解になるわけじゃないから、司法試験ではもうこの書き方でいいんだけども、大学の試験だと大学の先生の教え方に従って書くのが私は正解だと思います。私はそれを知らないから、あくまで、私の、まあ、立場で書いてるってことはちょっと一応ご注意いただけたらなと思います。はい、で、これに合わせて認定していきます。X は本件財産分与の際、Y に課税されるものと誤解し、そのことを心配して気遣う発言をし、Y も構わないと述べていた。そうすると X は事故に課税されないことを当然の前提とし、その旨を目次的には表示しており、Y も、ここから Y の認識も大事なんですよね。Y も X が事故に課税されないことを前提に本件不動産を譲渡することを了解していたと。それを分かった上で、まあ、譲渡を受けてたと言えると。でここまで認定して初めてよって法律行為の基礎となることが表示されていたと言えるというふうに、まあ、私の説明だったら結論に至るわけですね。はい、でそしてここからちゃんと参考についても書きます。はい、最も X の錯誤は重大な過失によるものではないか。重大な過失とは、一応重大な過失の認定基準も、まあ、習っているのであれば書きましょう。ここかな。一応、まあ、ここに説明を付けてますので、まあ、この基準で私は説明しています。はい、重大な過失とは、錯誤に陥ったことにつき、普通時に期待されている注意を著しく書いていることを言う。で、課税については、さっき私、国税庁のホームページ見てたみたいに、一発で調べたら出てくるんで、課税については調べれば分かることであり、X は普通時に期待されている注意を著しく書いていると言える。よって、X には重大な過失がある。はい、まあ、そう言っていいかなと私は思っています。
しかし、Y も事故に課税されていると考えていた。これ最後に書いてましたよね、問題文のね。ここも拾い上げて、なので、これね、95条3項2項ですね。相手方が表意者と同一の錯誤を陥っていたときであるから、この場合は、X が重大な過失があっても、錯誤を主張できるんですね。X は本件不動産の譲渡を錯誤により取り消すことができると。まあ、ここまで書けば大丈夫かなという感じです。でちなみになんですけども、この判例は、まあ、最高裁で、錯誤について、認められると、錯誤はあるとした上で、一応その X の重大な過失があるかどうかについて、検討し直せって言って、差し戻したんですよ。最高裁から、もう一回やり直せという判断を受けて、でそれを受けて裁判やり直して、で、この時は、X には重大な過失がないと判断されました。その判例は。でただ今は僕重大な過失があると思ってて、なぜならこの判例の当時はですね、これか、平成元年の時代の話なんですね。で、この頃は、なんか、その辺の経緯私も知らないし、皆さん知る必要もないんだけども、なんか、この、どっちに課税されるかっていうところが結構まあ難しい論点というか、なんかね、判断がまあ結構難しかったらしいんですよ。だから、まあ、ある勘違いするのもやむを得なかったと、この時代はっていうのがあるし、あとは、これ私の主観なんですけども、この時代ってネットで簡単に調べられないでしょ。今だったらネットで簡単に調べられるから、その調査義務が軽減というか、調査義務が楽に履行できるよねと思うんで、多分これ、判例が平成元年だから、もう時代は昭和ですよ。うん。昭和の時代と今の時代じゃちょっとそこも違うかなと思ったので、私は重大な過失があると認定しています。はい。まあ、そこは一応皆さん、もし判例のね、ついて詳しく調べたときに、いや、これ判例だと重大な過失ないってなってるから、先生判例ちゃんと読んでないんじゃないかって思われたら嫌だから、そんなことはないよと。それも調べた上で私は重大な過失を、これは時代が変わったから認定しているんだよということになります。で、あとですね、この目次の表示っていうところ、ちょっとまあ、ここについても、補足しておきますと、これ何をもって目次、何をもって、まあ、明示というかっていうと、この事例だとですね、まあ、いや、あなたに課税されることを前提に心配した発言して、まあ大丈夫ってやり取りしてるんですけども、これはまあ目次というふうに考えていいです。で、明示っていうのはもう、X は、いや、これ僕には課税来ないから、まあ、僕っていうとなんか X が夫みたいですね。なんかこれどっちが男女かわかんないですけども、いやまあ自分には課税されないから、なんていうかな、課税されないことを前提にもあげるよみたいな、もうはっきり言ってたらもう明示ですけども、これはあくまで、なんていうのかな。Y に課税されるっていうことを前提に。まあ、そこでちょっと距離があるんですよね。X に課税されないじゃなくて、Y に課税されるっていうふうに、ことが前提だし、まあ、そこまで正直気遣う発言とかで、ちょっとまあ、ぼかしているというか、まあ、ここも判例の、表現がそのままこういう表現だったから使ってるんで、実際の詳細っていうところはなかなか、この二人しかわかんないところなんだけども、例えば判例の表現を言うと、この判例の表現を今から読み上げるとね、X に課税されることが両当事者間で話題にならなかったとの事実も、X に課税されないことが明示的には表示されなかったとの趣旨に返されるにとどまりって書いてて、でも逆に言うと、X に課税されるかどうかっていうのがちゃんと話題になってたら明示的と言えるんだろうなというところです。なんで、まあ、X について課税されるかどうかじゃなくて、Y に課税されることを心配する。税金払えるのあなたみたいな。まあまあ大丈夫でしょみたいな。なんか、その程度のやりとりだと、はっきり X は自分が課税されないから、それだったら譲渡するっていう、はっきりしたそのフレーズがないから、まあ、目次というふうな評価になるのかなと、私はまあ分析してますね。ちょっとこの辺の分析は、なかなかちょっと難しいので。あくまで私だったらっていうちょっと UFO はつけますけども、皆さんはそこまで細かいことは気にしなくてもいいかなと思います。これ有名判例なので、この課税される関係のやつが出たら、なんか、判例の事案に沿ってたら、これはまあ、目次のやつが問題になってる判例だなぐらいの感覚で、まあ、解けばいいかなと。まあ、事情が変わっててね、X は自分に課税されないことを Y に表明していたとかって書いてあれば、それはもう明示と取られてくださいという感じになりますね。ということで、これで一応、重要なところをおさらいしました。で、あと、一つ補足しておくとですね、どこだったかな。
5ページのところにある95条4項ですね。ちょっとこれは時間の関係上ちょっと今日は扱っていないわけですが、一応95条4項もまあ大事な条文です。でこれは取り消しの前と後で変わるんですよね。95条4項は取り消し前の第三者には対抗できないという、ね、そういう意味なので、取り消し後の第三者は95条4項を使うわけではない。で取り消し後の第三者はこれは対抗関係として処理します。はい。で、なので、一応対抗関係として処理するものの理由としては、ここに挙げてますので、ここのフレーズを参考にしていただければと思うんですけども、復帰的物件変動とかって習ってますかね？これ、ただこれ、習ってるかどうかが私分からないので、だから、まあ、省いてるっていうのもあるんですけど、習ってたらこれは出る可能性があるから、しっかりと復習しておいてください。まあ、これは物件変動の話だから、意思表示とは直接つながってないので、もし習ってなければテスト範囲じゃないので、そこは皆さん、各々。復習しておいていただけたらなと思います。で一応、まあ、私からの説明は以上になりまして、まあこの後、ね、個別にもし質問がある方は今日の授業の範囲でもそれ以外でも構いませんので、質問自由にしてきてください。では、今日の講義は以上となります。お疲れ様でした。